皆さんどうもこんにちは、おたべやへようこそ。管理人のシェアでーす。くじ引きキャラ投票結果発表。はい、毎月やっておりますくじ引きキャラ投票。12月は銀魂だったんですけれども、一体誰が1位だったのか早速発表したいと思います。栄えある第1位は桂小太郎くんでーす。意外、桂さん実はですね、以前からちょくちょくリクエストはいただいてたんですよ。桂やってほしいですっていう。なかなかね、ちょっとそこまで手を出せてなかったので、ちょっとある意味リクエストにもお答えできて、私的には一石二鳥で嬉しいんですけれども、でもね、私の中では結構意外でした。なんか結構女子枠とか狙ってつくよとか来るかなと思ってたんですけど、なんとね、つくよさんは0票。まあ期間外に一人だけね、あのつくよさんリクエストしてくれた方いたんですけれども、つくよは0票で、女子はかぐらが1票のみでしたね。桂さんに次ぐ2位はですね、カムイくん。カムイくんはね、持ってるんで、いつか出そうかと思ってたんですけれども、なのでね、皆さん忘れた頃にカムイくんは多分出ると思います。その次に多かったのは、銀さんですね。銀さんも私の中では結構意外というか、結構カムイにみんな投票するかなって思ってたので、銀さんカツラはちょっと意外だったんですけれども、銀さんもねちょくちょくリクエストいただいてたんで、もしかしたらまたするかもしれませんが、まあ結構ね、皆さんもう忘れた頃にっていう感じだと思うので、一旦忘れておいてください。はい。まあ、他にもね、ちょろちょろ、土方さんだったりとか、銀さんとまあ一緒ですけど、白夜叉、あと坂本さんが票いただいておりました。ありがとうございます。まあ、土方さんに関してはね、もうすでにメイク動画を出しているので、入れてくださった方はそちらをね、チェックしてみていただけたらなぁと思うんですけれども、今回は初の桂小太郎くんでやっていきたいと思います。でね、皆さん、もうすでに見てくださった方もいるかもしれないんですけれども、1月のキャラ投票は、なんとブリーチに決定しました。ブリーチね、ちょうど今アニメもやっておりますけれども、皆さん知ってますかね、ブリーチ。これこそちょっとね、ブリーチやったことがないから、誰が来るのかちょっと怖くはあるんですけれども、まあでも死神だったら、紫白章一着あればね、何キャラかできそうだなぁとも思っておりますので、皆さん誰に投票するのか、私は楽しみにしておりますので、ぜひ、どしどし、知ってるキャラ、見たいキャラ、私に似合いそうなキャラ、何でも大丈夫なので、一人一キャラコメントいただけると嬉しいです。どこにコメントいただいても大丈夫なのでね、皆さんよろしくお願いします。ということで、早速桂くんやっていきましょう。スタート。じゃあちょっとメイク動画なので、少し顔アップにしております。ちょっとね、見苦しかったら申し訳ない。スマホから離れて見ていただければなと思います。はい、ということでカラコンなんですけれども、ちょっと迷ったんですよね。カツラ焦げ茶色なんですけど、裸眼でやるか、こういうブラウン系カラコンを入れるのか、それともゲトーさんで使ったハスキーアイにするのか、ちょっと迷ったんですけど、ハスキーアイにするとちょっと高すぎチックになるかなみたいな。黒目はね、割とデカ目だと思うので、一旦こちら茶色のカラコンを入れてみて、でやっていく中で目でかいなって思ったら、もう裸眼にしたいと思います。なのでこちらピエナージュリュクスプラリネという商品でーす。もうね、これがラス1で、箱も何もないんですけれども、あんまりね、ブラウンのカラコン使う機会もないので、今使っちゃおうと思います。今片方入れてみたんですけど、わかります?めっちゃでかいんですよ。ほら、元の入れる前の色よりも結構黒目が透けて焦げ茶にはなってるんですけど、このね、端っこの色の薄い部分全部ね、私の黒目からはみ出してる部分なんですよ。マジで。でかい。けどまあ、なんか後で目を広げたら、そんなに気にもならない気もするので、一旦こちらつけたままいきますね。こんな感じで両目入りました。なんかね、いつも思うんですけど、私って普通黒目をね、大きくすると盛れるじゃないですか。普段メイクでも黒目、着色の大きいカラコンつけて、目を大きくね、あえてする人が多いし、それが普通だと思うんですけど、私の
場合ね、それ似合わないんですよ。毎回本当に思うんですけど、まあそもそもの目自体の大きさがね、ちっちゃいっていうのもあるんですけど、なんか私って三白眼の方が似合うんですよね。なんでか。レイヤーとしては、まあまあ別にいいけど、女子としてはちょっと悲しいですよね。はい。そしたら、ベースメイクに行きたいと思います。カツラさんはね、美青年なんですけど、そんな別に色白なわけではないかなと思っているので、今回もカラーベースはすっ飛ばして、クリームファンデから始めたいと思います。メイベリンフィットミーリキッドファンデーション103番。私の視聴者さんたちは割と銀魂知ってる方多いのかな。私はですね、一応途中までは漫画読んでたんですけど、なんか途中で読んでられなくなってしまって、文字数が多いし、いつ頃だろう、結構中盤までもいかんぐらいかな。なんでアニメでしかちょっと感想できてないんですよ。なんなら今思い出したけど、銀魂ファイナルも見れてないんですよ。映画の最終回、アニメの最終回までしか見れてないことに今気づいたというか思い出した。これ終わったら見ます。はい、次はコンシーラー。ユアグラムコンシーラーパレット YL1 番、こちらのイエローをクマなど気になるところに塗っていきます。次はシェーディング、リリミューシアーマットシェーディング01番グレージュトーン。一番右のカラーでまずはお顔全体のシェーディングをしていきます。カツラさんはですね、なんか面長そうなんだけど面長ではない、なんかここが長いイメージですね。どっちかというと顔自体は長くないけど、ここが長いっていうイメージがあるので、この辺はちょっと控えめに削りましょう。軽くで、ここはいつも通りガンガンに削ります。はい、削れました。だいたいこんな感じですかね。ここだけ明るい場所が残ってるイメージで薄く削ってます。そしたら一番濃い色で際を削っていきます。この辺ですね。耳の付け根、エラのところ、ここをカクッとさせるとよりメンズっぽくなるのでね。あと輪郭の縁と顎は少し内側に入れて削るっていう感じで、まあ、ほぼいつも通りですね。そしたら同じ順番でノーズシャドウをしていきます。でね、カツラさんね、めっちゃ眉毛が目と近いんですよ。こんな感じなので、もうこの辺から目の真横ぐらいからシェーディングします。で、鼻自体はスラッと細長いイメージなので、ここは一本つなげて入れます。ちょっと小鼻も軽く入れる感じですね。で、口は、まあ、そんなに大きいイメージはないんですけど、唇はぷっくりしてるイメージなので、横幅は狭めで、縦幅少し広めに、こういう感じで入れてます。そしたら濃い方の色で鼻筋の内側の付け根ですね、ここをなぞっていくのと、鼻先も忘れずに U 字を作ります。はい、こんな感じでできました。鼻は結構ズドンと一本筋の通った鼻になっておりまして、で、唇もね、大きくないんだけど、ふっくらとしたイメージの影になっているかなと思います。で、ここはいつも通り鼻の影ですね。今影みたいに逆三角で入ってるのは全部シェーディングのお粉です。本当にね、鼻が高いように見えてくれるのでね、ここはめっちゃ大事です。そしたらファンデーションを叩いていきます。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー ML 版、こちらを全体的に叩いていきます。はい、次はテーピング、ミトムズ有機版肌に優しいテープ。これで最初に言った通り、カツラさんはですね、面長なわけではないような気がするので、先に顎を削っていきます。はい、ここが結構削れましたので、次はここに乗っているお肉を上に上げます。はい、左右がずれましたので、次は目ですね。目は一見普通に横長かなって思うんですけど、若干垂れ目なので、ちょっと下目に引っ張りたいと思います。
はい、こんな感じで引っ張れました。今のところちょっと面白いですけれども、これでね眉毛がこう近くから生えてたらまあまあまあ濃く見えるかなっていう感じですね。じゃあ次はアイメイクです。クリオブロアイパレット02番。桂さんはですね完全にイエベかなと思ってますので、イエベが大好きなこちらのパレットを使っていきたいと思います。まずはこちらのカラーでアイホール全体に塗っていきます。アイホールというよりかは二重幅を中心にっていう感じですね。下まぶたにも塗っていきます。そしたらライナーを引いていきます。キャンメイク3ウェイスリムシェイドライナー01番。こちらのペンでまずは垂れ目なんですけどキリッとさせたいので若干上げ目に引きます。で下まぶたは粘膜を塗って若干オーバー目に描きます。下まぶたはあんまり垂れ目すぎず、でも釣り目にはならないように垂れ目寄りのまっすぐですねで描くといいと思います。こんな感じですね。で涙袋ラインはそんなに細すぎないぐらいで、はい、こんな感じで描きます。で、二重幅は平行に描くんですけど、アイテープで作る方だったりとか自分で描いて作る方はですねちょっと幅狭めに作るといいと思います。はい、こんな感じです。そしたらラインをなぞっていきます。キャンメイクラスティングリキッドライナー04番。こちらで上まぶたと下まぶたのラインだけなぞります。はい、こんな感じですかね。で、あと切開ラインも引いていきます。キャンメイククリーミータッチライナー04番。こちらで下まぶたラインの延長にピッと出して上側に伸ばしてなじませます。はい、こんな感じでちょっとここがねこっちに比べてはっきりしてると思うんですけど、若干目は下ではなくって内側に伸びてるんですよっていうのを見せつつ目の形をはっきりとさせます。そしたらシャドウに戻りまして、一番最初このカラー塗ったんですけど、次はこっちのカラーで目尻を中心に足していきます。二重幅の間は絶対に入れてください。で、若干ぼかします。涙袋の幅も塗ります。はい、こんな感じで、私はデメなのでここが上に膨らんでるんですけど、できるだけ平行に見せたいのでここを少しオーバーめにシャドウを入れてます。はい、こんな感じです。最後一番濃いカラーを際に入れてアイシャドウは終わりです。はい、ちょっとねここにテープを足して二重を持ち上げてますけど、これは私の二重幅を持ち上げるためのものなのであんまり参考にしないで大丈夫です。そしたら次は眉毛、ケイトデザイニングアイブロウ 3DEX7 番。まあこれもいつものなんですけれども、もうね一番濃いカラーで描いていきます。で、桂さんはすっごい目と眉が近いキャラなので、ほんとこれぐらいからノーズシャドウを描いたところぐらいからまっすぐ吊り上がらせて描きたいと思います。はい、これぐらい近く、そして釣り眉にしました。じゃあ反対も描いていきます。そしたらラインの下書きをした同じペンで眉毛の毛を描いていきます。はい、
こんな感じで毛も描けました。眉毛の始まりの位置は目頭とほぼ同じところからの方がいいと思います。ここが近くなりすぎるとちょっと違う気がしたので、私はちょっと描き直しました。そしたら次は自眉を消します。ザセムチップコンシーラー 1.25 ライトベージュ、こちらを塗って少し乾かします。乾いたら固めの筆で縁をぼかします。はい、私はねもうこれぐらいしかしないです。この上からファンデーション叩いてもいいんですけど、パフと接した時にね結構コンシーラーが取れちゃうので、もう私はこのままにして後で加工で消したりとかします。そしたら次リップメイクですね。リップもさっきと同じチップコンシーラーで消します。はい、消せましたらこちらチフレの口紅 S647 番、汚いですけどこんな赤レンガ色のリップになっております。塗ったらオレンジなんですけど、これを全体に塗ります。これ結構薄くて飛んじゃうのでちょっとしっかりめに塗りました。はい、次はハイライトですね。セザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュ、これでもいつもの100均のでもどっちでもいいんですけど、今回はこっちにしてみます。じゃあまず鼻筋は鼻先から中心に縦に伸ばします。で、あとここのくぼんでるところにものせます。で、上唇はこの U 字ラインにのせて、顎は今ここまで影が入ってるんですけど、そのすぐ下この辺ですね、完全に先端ではなくて全体で言うと真ん中ら辺にのせます。ほっぺは縦に入れて内側に伸ばします。で、ここのハの字にも入れて自分のクマを消すのと、あとはこちらの C ラインにも入れます。で、ほんの気持ちですけど眉毛の下にも入れて美青年っぽさを入れます。はい、これでメイク完成です。あとはウィッグをかぶってカツラさんになりたいと思います。はい、ということで桂小太郎の完成でーす。まあでも誰でもできる感はありますけど、銀玉って。まあでも思ってたよりは桂さんになれたかなっていう感じです。はい。普段ね、まあある程度自分でできるだろうなっていうキャラクターしか多分無意識に選んでないので、まあその中でもやってる方なんですけど、いろんなキャラクターを。なんですけど、もう自分に似合うかどうかもわからないキャラクターを人に決めてもらってやるっていうのはね、すごく新鮮で、勉強にも練習にもなるなと思いますので、来月のねブリーチのキャラクターもぜひ皆さん投票していただけたら頑張りますのでよろしくお願いします。来月はねどうしよう、毎月1日に投稿してたんですけど、来月はねお正月なのでちょっとどうするか迷うんですが、もしかしたらねちょっとだけ日をずらすかもしれないです。またおいおいいつ頃上がるかどうかっていうのはツイッターなんかでお知らせするかと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてもらえると嬉しいです。なんかね、銀玉だから小道具とか用意したかったんですけど何一つないっていうね、なんか爆弾とかお蕎麦とかエリザベスとかね、いろいろ準備しようかなとも思ったんですけど、結局刀すら用意しないっていうね結果に終わりました。またね意外とカツラもやってみると楽しいなと思うので撮影も行きたいですけど、周りにねもう銀玉をやってる友達もなかなかいないので行けるかは分かりませんが、もうちょっとねちゃんとあのいい衣装を買い直してやるんだったらね望みたいなと思います。めっちゃ安いアマゾンでウィッグもついてたやつを買ってしまったんで、これがねすごいなんか本物の髪の毛っぽくってすごい気持ち悪いから、もし今後もやるんだったらねウィッグも買い直したいなと思います。ということでここまで見てくださってありがとうございました。また次回以降の動画も楽しみにしてくださると嬉しいです。シェアでした。バイバーイ。